さあ、いきなりですけど、モノマネさせていただきます。一体誰のモノマネでしょうか？では、いきます。自分の弱さを受け入れた私は、無敵よ。さあ、分かった方はコメント欄によろしくお願いいたします。はい、皆さん、こんにちは。ハッシュタグ、一ノ瀬 YouTube に出すな。一ノ瀬ハヤトでございます。決まりました。さあ、もう見えていますけども、今回こちらを紹介したいと思います。食感、レイズバックル、わぁ！はい、対象年齢3歳以上。オッケー。さあ、こちら1個550円。非常に高いな。ガシャポの1個500円よりプラス50円。あ、そっか、ラムネ代か。さあ、今回のラインナップは全部で6種類。ハンマーレイズバックル。まあ、ハンマーカンマーですよ。ウォーター、シールド、そして出ました、アロー。そしてガシャポの方にラインナップされていた2サイドライバーレイズバックル。果たしてガシャポンと食玩、一体どう違うのか。そして最後出ました。リベラドライバーレイズバックル。アソートに関しては私で買いに行ったところでは、ハンマーが2個、ウォーターが1個、シールドが1個、で、アローが1個、で、2サイドライバーが2個、で、リベラドライバーが1個。なかなかの鬼アソート。ハンマー2個入れるんだったらこれリベラドライバーの方に1個追加してもらいたいよ。とりあえず、まず最初はハンマーレイズバックル。デラックス版とガシャポン版とは一体どう違うのか。ポン！あ、ね、え、なにこれ？この縁の部分、これギザギザになってる袋に入ってますね。なんかクッキーみてえだな。え、待って。食べられるんじゃない？そして中には幸せのラムネ。ではでは、こちらをいただきやす。うん。はい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 。ああ、いつもの、いつもの感じです。うん。ああ、そうだ、忘れてたよ。ラムネのお供には、ふわー、おまみせー！ごめん、普通に忘れてたわ。うわー。元気は熱々ですよ。正直言うと、オルナミン C とラムネは非常に合わない。台風直撃です。ちょっと、外の雨と雷の音がちょっとうるさいと思うけど、ごめんやで。さあ、開けていきましょう。さあ、三つハンマー並べてみました。さあ、食玩版はどれでしょうか？もう、ほんと、パッと見わかんねえよ。正解は真ん中が食玩版。デラックス版食玩、そしてガシャポン。さあ、気になるお酢感触はどうでしょうか？食玩版、デラックス、そして、ガシャポン版。押した感じだと、どうだろうか。今回この食玩版押しても特に変わりはないね。ほんと色とかこの脂肪加工も全部一緒。さあ、裏側はどうでしょう。レールの部分がこれデラックス版よりちょっと濃いめ。まあ、ガシャポンに似せてる感じ。まあ、あと他違いはこの QR コードのこの番号が違うって感じ。押し出されるピンも一緒。もうハンマーはこれでコリゴリです。さあ、お次はウォーラー。外めちゃくちゃ雨すごいよ。今デザイアグランプリが始まったらもうこれめちゃくちゃ有利だと思うよ。雨水吸って吸って。さあ、ウォーター3つ。デラックス食玩ガシャポン。こちらも見た目は変わらず。バネの具合はどうだ？そう、前回ここ確認してなかったね。まず食玩。デラックス。で、ガシャ。あ、ガシャの方がちょっと違うんだ。バネの感じ。そして、裏面。レールの部分はデラックス版に寄せてるんだ。で、ガシャの方はちょっと濃いめにできてる。あとは QR コードの番号が違う。お次はシールドレイズバックル。今のところ出てるのはデラックス版のみ。ガシャは出てない。さあ、違いはあるのか？デラックス版、そして食玩版。これはマジでシャッフルしたら終わり。表の方は全く一緒。はい、押す感じも一緒だし、色も一緒だし。そして気になる裏側、こちら、どうでしょうか？いかがでしょうか？全く違いがありません。やばい、まあ、C で言うならこの QR コードの番号が違うだけ。レールの感じも全部一緒。デラックス食玩ガシャを分ける必要あんのか、これ。これはやってるぞ、おい。まあ、シールドの結果がこういうことってことは、もう、これは怖いね。アローレイズバックル。これも嫌な予感が。ね、曰く付きのアロー。さあさあ、いかがでしょうか？デラックス版、そして食玩版。もちろん、表は何も変わらず。さあ、アローの引き具合はどうでしょう？デラックス。食玩。うふふ。引いた感じ全く一緒。そして、お色の方も全部一緒。で、気になる裏側。うっそ、マジか、これ。こちらもほとんど差がない。レールの部分も一緒。で、違うのはこの QR コードの番号。いや、待ってよ。待て。シールドとアローに関しては、食玩版とデラックス版、ほぼ全く違いがない。マジか。食玩の550円を買うより、まあ、デラックス版今調べた感じだと安くても1000円切ってるから、デラックス版買った方がいいってことだ。うお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 う。やっとんな。
さあこっからはレジェンド系ツーサイドライバーレイズバックル。さあガシャポン版と何が違うのか、ドン。さあどうだ、何が違うんだ。ガシャポン版、そして食玩版。ああ、もう全部一緒。クリアパーツで覆われているツーサイドライバー。ちゃんとクリアパーツの方も、はい、外れる。はい、クリアパーツ外した状態で見比べても一緒。で、周りの色も一緒。で、もちろん押すことができて、回転もすることができます。押した感覚も一緒。そしてぐるっと裏側。はい、裏側の方も一緒。違うのはこの QR コードの番号。となると本当にこれガシャポンを回した意味はあったのだろうか。ちょっと今後の商品展開が怖くなってきたな。それでは最後メインでございます。リベラドライバーレイズバックル。はい、新規でございます。はい、リベラドライバーということで技術の後ろにはジャンヌ。マジでワンボックスに1個はやばいって。もう争奪グランプリですよ。さあ、いでよリベラドライバーレイズバックルと。よかった、ゲットできて。さあ、初登場のリベラドライバーレイズバックル。正面にはクリアパーツで覆われているリベラドライバー。で、自己責任ではあるけども、パカッと外すことができて、で、外すと出てくるリベラドライバーのシール。で、右の方にはコブラバイスタンプ。で、ドライバーのこのスタンプ台には、ちゃんとマークも入っています。そしてクリアパーツの方にもちゃんとリベラドライバーの造形が入ってます。で、周りのお色は、ジャンヌのイメージカラーの青とオレンジ。ちょっと外務っぽいね。で、ギミック押すのと回転がと、くるっと。そして裏側全体的にオレンジ。QR コードがあってレールの部分は透明。で、押すと出てくるこのピンの方は青。で、妹が来たっていうことで、よし、これで五十嵐3兄弟揃った。それではリベラドライバー単体音声とコラボ変身してみましょう。ああ。では早速、リベラドライバーレイズバックル単体から。オッケー、オッケー。ちゃんとリベラドライバーの変身音が流れました。で、ちゃんと LED が青く光りました。いや、ほんとこれ変身音プレイヤーだよ、これ。で、必殺技。ジャンヌ、ストライク。ジャンヌ、ストライク。で、お次はコラボ変身。一気にと。はい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 。順番はリベラドライバーの後にリバイスドライバー。で、必殺技。ジャンヌ、リバイス、ビクトリー。ジャンヌ、リバイス、ビクトリー。さあ、お次はダイちゃん。こちらもリベラドライバーからなって、その後にツーサイドライバー。そしてさらにヒロミさんはどうだ。リベラドライバー。
あ、こっちに関してはデモンズドライバーが鳴って、その後にリベラルドライバはい、ということで今回は食玩レイズバックル1を紹介しました。まあ値段からしてなんとなく分かってはいたんだけど、やっぱデラックス版とガシャポン版との違いはほぼほぼないね。で、おそらく食玩にしか手に入ることができないであろうこのリベラドライバーレイズバックル、これがワンボックスに1個しかないって、とりあえず確保できてよかったよ。最後までご視聴ありがとうございました。以上一ノ瀬ハヤトでございました。また次の動画でお会いいたしましょう。